えー、検診官、世界史家、博士です。昨年のアンケートでも、疑心南北朝が弱いって子が非常に多かったので、本日は疑心南北朝を政治中心に参りますね。本当は文化がよく出てくるんですが、まずは政治がわからないと、文化っていうのはわからないので、今日は政治を中心に行きたいと思います。よろしいでしょうかまずは、上のガイズではなくって、下の絵を中心にちょっと見ていきませんかそもそも、疑心南北朝って、いつから始まるのよ あの、三国志で有名な曹操の息子、曹飛によって五漢が滅んだ、ここから疑心な北朝スタートですよ。ところが、この曹飛に対抗して、あの劉備が、漢の後継国を自称して、職を、都政都に建国し、さらには、孫権が、現在の南京ですね、賢業都に合建国し、いわゆる三国時代が始まります。ところが、私は言うんですね。 三国時代は国内見るな。国外見ろと言います。それは、この三国時代、京都、戦費欠、協定この五つの集計民族が台頭してくるんですね。特に協定は珍しいチベット系で、で、諸はあっという間に義に滅ぼされてしまうし、この義も宋一族の部下だった芝一族。三国では芝居。 芝中達が夢ですが、その芝中達の孫にあたります。その芝縁が、儀に代わって、秦という国を建て、その秦が、呉滅ぼして280年、再び中国を統一するんですが、わずか10年後、八王の乱という後継者争いが起こるんですね。芝一族の間で。こいつら、八王たちが、五個、強度、千貧、欠、協定の力を借りちゃうんですよ。だから、 この5つの周辺民族の力がめっちゃ強くなって304年、京都に至っては龍縁という人物によって漢という国が建てられ、さらにその強度は311年、鋭下の乱で結局真を滅ぼします。で、他の戦費や欠や帝や京なんかも 中国内部に入ってきて、ゴンゴン国を建てて、議員も豪も諸も中国を統一できてないんですよ。明らかに歴史を動かしているのは、この5個なんですよ。さらに北半分、河北に対して、新は滅んだと言ったんですが、柴縁の一族、柴縁という人物が南に逃れて、新を復興させます。これが東新で、あの五の都だった県業を 剣行と名前変え、今の南京です。一応南に漢民族、中国人の政党王朝があるの。じゃあこの後歴史はあの5個なんですが、実は帝という国が前進って国を作って北半分統一しまして、東進と戦っています。翡翠の戦いといって。でも残念ながら、東進に敗北してしまい、あっという間に崩壊しますね。この北半分の混乱期をなんとか終了させるのが、戦伏族、卓伐部です。 動武帝こと卓伐系という武士物が建国した北魏ですがいよいよ大武帝という皇帝の時に北半分河北だけですけど統一されますところが彼ら戦備族なんですよねすごいのは皇文帝っていう皇帝が北半分統一するというけど中国じゃないですかそこに住んでる漢民族じゃないですかほんなその漢民族をどうやって支配するかっていう時にまあ厳しくしたり、まあ、優しくしたりとかいろんな方法あるんですが 戦辟族が中国人になれと。あんたらも戦辟語喋らんと、漢民族の言語、中国語喋りなさいと。中国人化しなさいと。はっていう。もちろんこれ、大反発食らいまして、北儀は東と西にぶれします。それぞれ闘技、正義ですね。で、その闘技から北西正義から北州が生まれる。対して南には、あの闘神、芝居の建てた闘神なんですが、 残念ながら、劉裕という人物に国を奪われて、その劉裕が宋という国を建てます。その後、宋、清、梁、鎮と、四つの王朝が南には攻防していきます。実は、あの、義新南北朝時代、最後も三国時代なんですよ。それは、陶儀から起こった北西、正義から起こった北州で、宋、清、梁、鎮で、この北西があっち間に北州に滅ぼされ、 で、この北州の外戚だった楊堅という男が北州の皇帝から禅城されて隋と国を作ります。この隋が最後に残ってた秦を滅ぼした589年。これをもって、疑心田北朝時代は終了。ってことは年、220年五間滅亡から隋による中国の統一まで、なんと369年、370年の混乱期だったんですよ。 それを上のガイズでまとめて終わっときましょうか。220年、五官が、そう、義の早期によって滅ぶ。ところが、この義に対抗して職と五が建国するんですが、職だけ義に滅ぼされます。で、その義が、実は武漢の芝一族に国を奪われ、芝縁によって建国された、この精神が280年、 残ってた豪を滅ぼして中国を統一するけれど、わずか10年後起こった八王の乱。その八王たちが5個、強度、戦費、欠、協定。この五つの民族の力でしまった結果、彼らが力を持って強度の建てた漢という国が建国されたのが304年。そっから5個十六国在はスタートです。その強度以外にも戦費、欠、協定。 いつの民族が16も。熱はこれ、漢民族の国も入ってたりするんですが、では、この北この混乱に対して、南に柴縁の一族、柴栄という人物が、真を南に復活させます。都は健康、南京ですね。これが東進で。では、この大混乱ですが、一旦前身の府県なんかが北半分を統一するものの長続きはせず、 439年にやっと先筆族、卓伐部によって建国された北魏。その北魏の大部帝によって北半分が統一されます。439年で。これが南北朝スタート。ところが高分帝が寒化政策したため、反発を喰らい。 当儀と正義に北儀は分裂する。さらにこの当儀から北西、正義から北州が生まれるんですが、この北儀、当儀、正義、北西、北州、この5つが北朝です。ケー？対して、あの柴絵が建てた、東心なんですが、残念ながら、劉裕という人物に柴一族、皇帝の位奪われてしまいます。その彼が建てた、宋から始まる、宋、正、良、仁、南朝はこの4つ。で、 北西が北州にあっちゅう間に滅ぼされその北州の外籍だった楊賢が隋を建国し581年なわずか8年後あの最後に残った陳を滅ぼした589年をもって維新南北朝時代は狩猟220年から589年約370年の大混乱期でした。 本当は、義の宗妃が定めました、旧品中世。これによって、門髪貴族が生まれたり、この時代は非常に儒教を衰退し、仏教を盛ん。さらには、珍しく道教を、大部帝が国教化したなど、文化史ポイントは結構あるんですが、まずは政治ポイントだけということで、よろしいでしょうか。またリクエストあったら、言ってください。よろしいでしょうか。